くに浮かんで消える憎い安畜生の顔めがけ叩け叩け叩けおいらにゃ獣の血が騒ぐだけどリリ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 明日はきっと何かある明日はどっちだ。今日はですね、まあ、名作明日のジョーのですね矢吹ジョーを作っていきたいなと思ってます。で同時期にですね、まあ、ライバルであります力石のフィギュアもゲットしたんですけれども、とりあえず今回はですね、矢吹ジョー1点でいきたいなと、まあ、思ってるんですけれども、作るにあたってですね、梶原一騎先生が持つスポコン劇画のイメージとですね、千葉哲也先生のですね、まあ、世界観を損ねないように、まあ、劇画タッチ、劇画調でですね作っていきたいなと思うんですけれども、あの漫画なんかをよく読んでいるとですね、まあ、影の部分はベタ塗りじゃなくて、あのシャ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 と線入れて影なんかを、まあ、表現、してると思うんですけれども、そのシャシャシャ的な感じで、まあ、影、まあ、あるいは凹凸なんか作れれば、まあ、いいかなと、まあ、思ったわけなんですけれども、まあ、その肌の部分ですよね、とりあえずダーク系を塗ってですね、レッドブラウンに黒混ぜを全体的に拭いた後、キャラクターフレッシュとフレッシュ、この2色を駆使しまして、凹凸、まあ張ってる肩とかですね、あの胸筋部分なんかにはキャラクターフレッシュなんかを入れたんですけれども、まあ、その後ですねピカールで、よく磨いてですね、ちょっと艶出るぐらいまで、まあ、磨きましたかね。でその後エナメルのフラットブラウンでですね、何度も何度も、まあ、自分が納得するまで、塗っては拭き塗っては拭きの繰り返しをしました。で、その後、まあ、トランクス、まあ、シューズ。まあ、シューズの場合はですね、まあ、トランクスと全く同じ、まあ、ブルー塗った後ですね、白のドライブラシ入れたんですけれども、まあ、シューズはそのさらに上からですね、クリアブルー、それも綺麗に入れずにですね、まあ、ちょっと、部分部分に、フラットブラックなんかを入れてですね、凹凸感出すように心がけ、まあ綺麗に仕上げるよりもですね、ちょっと劇画タッチでできたのではないかなと、まあ、思ってるんですけれども、あとあのフェイスなんですけれども、あの千葉先生のですね、まあ、原作をですね、まあ、ネット検索しまして、その画像を見ながらですね、まあ目眉なんかをまあ入れたわけなんですけれども、まあ、さらにですね、その周りにフラットブラウンを入れてですね、まあ影なんかを入れてます。まあ、結果的に、まあ、うまいこと言ったんではないかなと思うんですけれども、まあ、力石もあるのでですね、近いうちに力石も作りたいなと思ってます。はぐれた狼が今日はマットで血を流し、明日を目指して立ち上がる。立て立て立て立つんだジョー。子守歌はリングにゃないぜ、立たなきゃ昨日に逆戻り。
じめなみなしごが今日はパンチを打ちまくり明日の誇りを取り戻す撃て撃て撃て撃つんだジョー夜明けの鐘は慶応ゴング撃たなきゃ昨日に逆戻り